クイーンズベリー公爵は、イギリスの公爵位。スコットランド貴族。1684年に、初代クイーンズベリー公爵、ウィリアム・ダクラスがジョイされたことに始まる。継承法の違いにより、クイーンズベリー公爵とクイーンズベリー公爵の保持者は4代以降、最後に別人となり、以後公爵位は、バクルー公爵に相続されている。第2代。 ダグラス伯爵ジェームズ・ダグラスの死生児、ウィリアム・ダグラスの子孫は、代々スコットランド・ダンフリーズ・ドラム・ランリグの地主を、務めた。その9代目の当主であるウィリアム・ダグラスは、国王・ジェームズをドラム・ランリグに迎えたり、ダンフリーズのシェリフ等の官職を務めるなどして、1628年4月1日に、ドラム・ランリグ施策とホーイック・ティバーズのダグラス教、 1633年6月13日にクイーンズベリー伯爵に助せられた。いずれもダグラスの紋章と生命を受け継ぐ男系男子に継承させる胸の継承規定が付けられたスコットランド貴族爵位である。初代クイーンズベリー公爵となるウィリアム・ダグラスは、その孫で1680年から1682年まで、 ロード・ジャスティス・ゼネラルを1682年から1686年までスコットランド・オークラ教を務めた政治家であった。1685年の議会ではロード・ハイ・コミッショナー・ツー・ザ・パーラメント・オブ・スコットランドとしてスコットランドをジェームズ7世に仕えたが翌年に公職から追放された。しかし晩年にウィリアムとメアリーの即位を支持し王室からの信頼を回復している。 彼は1671年に父親の第2代クイーンズベリー伯爵、ジェームズ・ダグラスからクイーンズベリー伯爵を相続し、1682年2月11日にクイーンズベリー公爵、ドラムランリグイコール3区は伯爵、ニスト・ソルールドロス子爵、キルモント・ミドルビーイコールドーノックのダグラス卿に助せられた。この4尺位はいずれもエアーズ・メールはソイバーの継承規定がついた。 スコットランド貴族であった。ついで1684年2月3日には、クイーンズベリー公爵、ダンフリーズシャー公爵に助せられた。この二つの爵位は、エアーズ・メール・オブ・ヒズ・ボディの継承規定が付けられた、スコットランド貴族であった。第二代クイーンズベリー公爵、ジェームズ・ダグラスは、初代クイーンズベリー公爵の息子である。彼は名誉革命において、 オラニエコーウィレム三世を支持して、スコットランド数密顧問官となった。1695年に公尺位を相続すると、エクストラオーディナリーロード・オブセッション及び、スコットランド王子召書に、1700年に国務大臣に指名された。1703年に彼は、初代アサル公尺ジョン・マーレイに対する対抗心から、ジャコバイトの第11代ロバート教裁門フレーザーの計画に、 参加したが、この陰謀が発覚して解任された。しかし後に許されて1705年に、スコットランド王子召書に服し、1707年合同法の成立へ向けて尽力。統合後の1708年5月26日に、ドーバー公爵、ビバリー公爵、リポン男爵へ除され、1709年に、スコットランド大臣へ任命されている。 二代公の着難である次男ジェームズ・ダグラスは、精神障害者で人肉を喰らう殺人者だった。そのため1706年6月17日に、クイーンズベリー公爵位を除く、初代公の第二除された、爵位軍は一度王冠に返還し、三男チャールズ・ダグラスに継承させる旨の特別継承権の規定を付け加えた上で再び与えられた。またこの際に、 尺位継承範囲を初代白に遡っての男子、もしくは女子の子孫に拡張させる規定も加えられた。これにより二代皇の死後、クイーンズベリー皇爵くらい及び、初代白の代に除された1628年と1633年の尺位軍は次男ジェームズに継承されたが、クイーンズベリー皇尺位以下1682年1684年の、 爵位軍はサナン,ンチャールズに継承された。三代公は、ロードジャスティスゼネラルやスコットランド王子少将を務めた政治家で、就職前の1706年6月10日、また1715年には三代クイーンズベリー公、ジェームズが子供なく死去したため、クイーンズベリー公爵位も三代公が継承している。百七十八年に三代行は死去したが、彼の二人の息子も、 すでにこのないまま没していたため、ドーバー公爵位以下1708年創設のグレートブリテン貴族爵位とソルウェイ伯尺以下1706年創設のスコットランド貴族は断絶した。一方、クイーンズベリー公尺以下それ以外の爵位は、第2代クイーンズベリー公爵の弟の孫にあたる、第3代マーチ伯爵ウィリアム・ダグラスによって相続された。 オールドキューと、あだ名された、彼は、未婚であった四代公が1810年に死去すると、クイーンズベリー公爵、ダンフリーズシャー公爵、ドラムランデングイコール3区は白爵、ニストソルールドロス死爵、キルモントミトルビーイコールドーノックのダグラス卿など1706年に、女系継承を認める、特別継承権の規定を付け加えられた爵位は、ドラムランリグ城などの財産とともに、 第2代クイーンズベリー公爵の娘の子である、第3代、バクルー公爵ヘンリー・スコットが継承した。一方、付け加えが行われなかった、クイーンズベリー公爵、クイーンズベリー伯爵、ドラムランリング子爵、ホーイックティバーズのダグラス卿は、第2代クイーンズベリー伯爵の弟の来孫に、当たるサーチャールズ・ダグラス順段爵が継承した。なお第四代クイーンズベリー公爵が、 父親から相続したマーチ伯爵は、初代クイーンズベリー公爵の娘のヤシャゴである、フランシス・ダグラス継承された一方、母親から相続したラグラン伯爵は断絶した。以後、クイーンズベリー公爵の称号は、代々のバクル公爵が帯びている。ありがとうございます。